こんばんは、OK ベースと申しまーす。はい、ということでね、今日は動画を撮っておりますが、なんとですね、すごいものを入手しましたので、皆さんに紹介したいなと思ってやっております。では早速ですね、そちらの方を持っていきたいと思います。ちょっと待ってくれ待ってくれ、これどうですか皆さん。はい、17弦ベースでございます。はい、こちらが17弦ベースでございます。はい、まあいろいろこう話したいことはあるんですけど、まあ、とりあえずじゃあちょっと音出してみますね。はい、もう本当どういう音出したらどんな感じなのかっていうのが皆さんが一番気にしてるところだと思いますので、はい、じゃあちょっと早速ですね、こう下からジャーンと弾いてみますね。いってきますね。ということでいかがだったでしょうか。はい、ですね、まあこれまだチューニングができてなくて、というかどういう風にチューニング、どういう調律をしたらいいのかもうよくわからない状態でして、まあ、ちょっと今まだちゃんとした状態ではないんですけど、まあ、それでもそのなんかこの楽器のやばさが分かっていただけるかなと思います。ちょっとこの後ね、そのチューニングをちゃんとチューニングをしたら、果たしてどのぐらい時間がかかるのかみたいな動画も、まあ、別で撮ろうと思っているので、はい、まあ、そちらもね、そのうち動画上がると思いますので、見ていただけたらなと思うんですが、はい、この軽くじゃちょっとここ4弦とか 4弦って言っちゃいけないんだ。17弦とかも軽くちょっとね、ちょっとまともな音出るようにしてみますか。じゃあちょっととりあえず17弦と16弦だけヨドチューニングっていう普通のベースのチューニングの仕方にしてみたんで、ちょっとここだけとりあえず弾いてみたいんですけど、まずこの手をね回すと、もうこういう絵になりますね。はい、まずなんかもう いつもの感じと違う、親指がねこっち側にない。ちょっとどうすればいいのこれ。だからめちゃめちゃビビる。お、今もう肩使ってこういう風にもうこうやって固定しないと弾けないもん。あ、滑る。どうしよう、こうやって構えるべきなのかな。こういう感じ。あ、こうだ。カメラ、マイクちょっとこうやって構える楽器だこれ、多分この左足にこうやって乗せて、うん、普通に構えたら絶対安定しないこれ。あ、これならまだ弾けそう。だからちゃんとチューニングをしてちゃんと調整をしないとならない。ハイフレットどうかな。あ、ハイフレットなる。だからちょっと逆反りなのかな。あ、ハイフレットなるわ。ハイフレットだけど全然ハイフレットじゃないよ。何かしら弾きたい、こいつで何かしら弾きたい。ああ、いくぞ。苦しくて、もうこの体勢がめちゃめちゃ苦しくて、ずっと息止めてました今。あ、演奏しようとすると呼吸ができなくなるっていう。これはやばい。ということでですね、このちゃんとチューニングをしないと、テンション感みたいなのがやっぱそのどうしてもこうなんだろう、
チューニングをしないとネックが起きませんので、多分下の方の弦は弾けないんじゃないかなと思うんで、ちょっと今チューニングをしていきます。はい、なので一旦カットになります。はい、ということでですね、チューニングをしてきました。どのくらい時間がかかったかというのはまたね、あの後日投稿する動画で、確認していただきたいんですけども、はい、ですね、大変でしたよ。最初に、この楽器の、ね、ちょっとした紹介をしておくと、ですね、この17弦の弦のゲージが130ちょいだと、正確には分からないんですけど130ちょいで、一番下のこの1弦のゲージが、30ぐらいなんじゃないかという話で、ですね、ほぼ6弦ベースと変わらないです。一番低いのと一番高いので、もうほんとその間をほんとすごい細かい刻みでだんだん細くなっていってるらしいです。はい、ということなので、17弦ベースですけど、音域はなんと6弦ベースあんまり変わらないっていう、このちょっとそれだけで結構ポンコツ感が出るっていう感じ。はい、ちょっとじゃあ、弾いてみようかな。この辺ぐらいかな。ダメだ。一応全部ジャーンってジャーンって鳴らしてみる。こういう感じ。一応これだから、そのチューニングが一番低いとか A で、で順番に ABCDEFGABCDEFG っていう風になってるんで、一応そのピアノの発見と同じチューニングになってるんですけど、これで、うん、これいい感じ。これドーンって下のこういう感じなんですけど、でですね、ちょっとずつこれの紹介をしていきたいんですけど、なんか出品者さんからも、購入前にいろいろ教えてもらってまして、海外の YouTuber さん、ちょっと名前ごめんなさい、ちょっと失念してしまったんですけど、海外のこういう楽器系の YouTuber さんが、なんかすごい楽器が欲しいから、なんか有名なクラフト、有名っていうか、こういうの作ってる、こう変な楽器作ってるクラフトマンに、なんかすごい高い値段で発注したと。17弦っていうか、弦がたくさんついてるベースをくれと。でそれでその人は引き受けたんですけど、どうやらなんかその人が詐欺師だったらしくて、なんかこれが一応中国製らしいんですけど、中国でなんかこれをめちゃめちゃ安く作って、でその人にもうできては最高のものだぜって言って渡そうとしたっていう。で結局どうなったんだっけ、詐欺られちゃったのかな、結局お金は全部持ち逃げされちゃったみたいな、でそれとなんか全く同じモデルらしいですこれ。なのでこれもその購入前から全部聞いて、僕承知して買っているので、全然何も出品者の方の悪いことは言わないんですけど、かなりちょっと粗雑です、作りが。はい、この外側の方のフレットは結構浮いて、フレット浮きって言って、そのフレットがちょっと跳ねかけちゃってたりとか、なんかあとこの辺のブリッジね、ナットの感じも結構なんか適当というか雑、うん、このブリッジの感覚もたまにスカスカだったりしたりっていう、近くで見るとね、結構粗雑というか粗悪というか、はい、ぶっちゃけこの設計に問題あるんでしょうね。この感じに設計に問題があるんだと僕思います、これ。まともに作れっていうのが無理なんじゃないかな。とりあえずで聞いてた話だと、そういうフレット置きとかのせいで、12フレット以降は、以前はもうまともにならないぞと、うん、こういうのビビっちゃうぞと、こんな弾けないもんな。ここという感じなので、多分ネックとかちょっと調整すればちゃんと鳴るようになるんじゃないかなと思うんで、この後時間かけてやろうかなと思ってます。で、だから12フレット以降、この辺は今ちゃんと鳴る状態だぞということなので、ちょっと鳴らしていきたいと思うんですけど、
このチューニングがそのヨドチューニングじゃない、あの普通のベースってヨドチューニングっていう感覚で調律するんですけど、もっとあの狭い感覚、うん、だからその2度だったり半音だったりっていうのめちゃめちゃ狭い感覚なので普通に弾いてもダメですよね、うん、そこでこの感じで下の方まで弾いてみましょうか。もうね、こっから先がきつい。まずもう自分がどこ弾いてるのか分かんないですね。何弦のどれ弾いてるとかも全く分からない。どうしよう、例えばこういうこのこういう遊び方、なんかそのあの同じメロディーがちょっとずつ下がってくこの感じちょっとなんかその使い方によってはいい雰囲気出るんじゃないかな。はい、スラップ、ちょっとスラップしてみましょうか。はい、せっかくなんでね、スラップしましょう。どうすんのこれどうすんだろう。え、高いとこは普通に、あ、この辺だよ。あ、そっか、これが12フレットだから。あ、そうか、こういう使い方すればいいのか。だってこれ下の方届かないもんな。あ、もうこうだ、こういう使い方しかない。画面に映ってないよ。よいしょ。ロータリー。ダメだ。どうせっちゅうねんこれ。あ、これちょっとそれっぽくないですか。ちょっとそれっぽい、ちょっと未来を感じたもうこれはどう使おうかという検証動画になってますが、ということでですね、はい、今のとこもうまだこの状態では手に負えないぞということで、はい、まあ、これからね、ちょっと研究をして、でチューニングとかももしかしたら別のチューニングの方が使いやすいかも、であとまあネックの調整とかもして、まあ、できるだけねこっちの方も使えるようにとかっていうことをちょっとやってみようかなと思います。でまあその一応ね、まあそういうなんだろう、まあ、ある意味、まあ、人を騙すために、はい、作られた、まあ、粗悪な楽器というね、あの不幸な生い立ちを持ってますけども、まあ、あの楽器は楽器ですので、はい、ちゃんと音は鳴りますので、まあ、あのどうにかしてね使い道というかあるんじゃないかと思います。まあ、多分普通のベースとして
使うのはまあ無理ですね、はい、無理だと思うし、まあ、普通のベースとして使おうとするのはナンセンスだとも思うので、まあ、なんかこいつにしかできないことっていうのが、まあ、いくつかアイデアがあるので、まあ、それをね、なんとか実践して形にしてって感じで、まあ、1個ね、あの演奏動画作れたらなと思ってます、はい。ということでね、今日は終わりにしたいと思います。ではもう一回このジャラーンっていうのとね、一緒にお別れをしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また。